はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、今年のナショトレですね、ベースボールです。2019パニーニベースボール、はい、ナショナルトレジャー、ご依頼者ローズさんですね。いつもありがとうございます。はい、じゃあこれね、開けていきます。で、今日発送して、明日の月曜日着となります。まあ発送まだ全然間に合いますんで、じゃあね、グループブレイク同様に小箱取り出してから、はい、チェックしていきます。あ、そっか。またこれ箱に戻して、箱戻した方がいいですね。で、ケース、ね、オリジナルのケースのままお送りします。よいしょ。あ、ちょっとシャウエッセン、ちょっと音がね、今までと違ってちょっと鈍かったんですけど、メリぐらいですか。よいしょ。はい、じゃあ後ろのねテープを切ります。よいしょ。これはかなり浮いてますね。これ最後にしましょうか。これもそこそこ浮いてるかな。よいしょ。よいしょ。はい。じゃあ一つ目いきます。はい。まず一番上、カステラノスですね。あ、まだデトロイトですね。51-99。はい。はい、カステラノス。これがベースカード。で、次は、ベースカードのパッチでポージですね。10-25。まあ、ポージだったら OK ですね。釣りから。はい。見えますね。で、トム・シーバー。こちらもベース。ですね、ジャージのベース。24-49。おお、いいですね。クレメンテバットかな。はい、36-99、ロベルト・クレメンテ。はい、でこっからオート、まずルイス・オルティス、ジャージオート35-99。で RPA ですね、ペレスですね。23-99。これアストロズでしたよね。ヒューストンですね。はい。はい。で、ラス、前の前か、まだ。マザラ。3-10です。オートジャージ。これレンジャーズですよね。サインが3。で、4。おかっこいい、これ。ノーラン・ライアン、オンカード。9-10。これかっこいいですね。うん。チームどこになってんだろうね。あ、ニューヨークだ。はい。ノーラン・ライアンです。昔のあれだね。ドンラスだね。はい。ノーラン・ライアン。はい。オンカードかっこいいです。で、ラストが、レデ。はい。あ、ルーキーシグネチャーのジャンボ。ルーキー系のブックレットのオートです。センゼルだったらまあまあじゃないでしょうか。はい。それとまあノーラン・ライアンですね。ルーキーシグネチャージャンボマテリアルブックレット。7番のセンゼル。ノーラン・ライアン。あとサインが合計5ですね。マザラと RPA 出てますんで。
はい、メモラが4、1個パッチ、サインが5ですね。はい、3000ストライクアウトクラブ入りましたね。5399よいしょ。はい、でこうでしたね。よいしょ、4-99。はい、で次がランディ・ジョンソン、12-99。で次がヨギベラ、レジェンドレリック、ジャージっぽいですね。72-99。はい、で次はレデンプションでルーキーシグネチャーの、ジェイク・バウアース。はい、ルーキーシグネチャー、最1枚目。で次は RPA の誰だ、ウィズダムですね、パトリック・ウィズダム。これもレンジャーズですね。13-99。で次オンカードですね、テキサス多いですね。オドーア、19-99。はい、おラス前か、一番下がブック、ね、その前にタティスが来ました。4-99、ルーキーシグネーチャーズ、レデンプション、これと同じやつかな。オンカードっぽいですね、そうなるとね。あ、ゴシリですね。レジェンドメモラか。あ、四つ窓。あ、黒いんだ。ブラックですね。ジョー・デュガン。バットだと思いますけど、四つ窓。5枚限定の3番。このユニフォームだと、ヤンキースっぽいのかな。ピンストライプないですけど、わかんないです。調べてください。で、あ、これが熱い方か。はい、3箱目。ダコタ・ハドソンですね。はい、7つ窓、4-799。で、次は6つ窓、シフィールドですね。これなんか同じジャージ固めてる、固まってますね。種類がね。うん、今度これや。ベースカードだったらベースカードがこう重なってるような。1、2箱そうでしたもんね。これや。はい。お!で、いい選手でパッチが乗りました。アロンソ。6-599です。まあこれなんだろうな。ちょっとね、素材が。これグローブ。バッティンググローブかな。これ靴下か。ひょっとしたら。はい。八つ窓。で、今度は三つ窓ですね。ゲームギア28-49。はい。ドロッチャーですね。で、タッカーのオンカード、ルーキーシグネーチャー。71-99。お、いいとこ入ってる。うん、ピッチャーですけど、ダコタ・ハドソンですから、多分今年のルーキーで、うん、トップクラスですね。で、これカージナルスのバットの、ね、小鳥が乗ってるバットのとこね。で、多分ここが胸のとこでしょうね。はい、7-10です。はい、で、次が、ダブルジャージオートのケストン、日浦。91-99。はい。で、エカーズリーですね。7-10。オンカード。はい。これもオンカードですね。シールかなと思いきや。はい。で、これが、お !17-25。カットシグネチャーですね。レジェンド?あ、レジェンドだ。あ、小切手だ。はい、ボビー・トムソン、はい、小切手のカットシグネーチャー来ました。 3×オールスターとなってますね。
ニューヨーク、どっちのニューヨーク？どっちのニューヨーク？どっちでしょう？ニューヨーク。うん。いつの年代でしょう？ウィキでちょっと名前で調べてください。はい。でもレジェンドが、ちょっと少なめなんでね、今年ね。引退した選手とかが、うん、カットシグネチャー入ってる場合が。まあ、現役もいますけど、っていうパターンです。はい、ジョシュベル22-25。よいしょ。はい。はい、なんか、いっぱい詰まってます。はい、まず、ジョシュベル。で、ロジャースですね。57-99。で、次は、ボービシですね。これパッチなのかな？ちょっと分厚いです。10-25。ボービシェットですね。はい。で、チャーリー・ケラー、58-99。これ、レジェンド。これもニューヨークですね。はい。で、ロワイジャー、これもニューヨーク。73-99 です。おお、なんだこれ。ジェイク・ケーブのツインズ、どこだ、ツインズ、愛か、愛のこの点丸か、かな、8899です。まあ、ツインズのロゴを見るとちょっとわかるかもしれないですね。面白い部分。丸のところです。はい。で、ディアズ、RC ですね。18-99。これも一応 RPA なんですよね。こっち側向いてる。うん。はい。で、リアルミュート42-99です。はい。で、トレーバーストーリーですね。はい。36-99。で、ラスト。さあ、誰でしょうか。せーの。はい。お、オンカード。ジョージ・ブレット。おー、いいじゃないですか。サイも、まあまあ、レアです。ジョージ・ブレット。ですね。ジャンボ・マテリアル。ですね。ジャンボ・マテリアル。まあ、シグネチャー・ジャンボ・マテリアル。ジョージ・ブレット。4-15。はい。はい。ということで、ブックは、まあ、一番初めのね、センゼルがレデだった。というところで、あと、まあ、レジェンドの 5CD のブックですね。あと、まあ、オートも出たし、うん。センゼルがレデ。という感じでした。あの、一箱目のね、ローラーナイアが非常にかっこよかったですね。はい。じゃあ、またローズさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。